子供の時ここま必ず行ってたみたいなとこってあるの？あ、合宿。合宿何の？野球。なんかね、秩父まで行ったよ。俺も秩父だった。なんかあるんだよね。何すんの秩父で？いや、まあ、野球やんのかな。キャンプみたいなのと野球の合宿合体しちゃってるから。なるほど。毎日カレー食うし、うん、看護師さんね、毎日野球やるし。真っ黒だったもん。だからそうだろうね、ずっと外だもんね、練習するし。何やってました夏？夏毎先生今びっくりするぐらいニヤニヤしてました。どうしたんですか？いや、そういうのいいなと思って。すいません、なんでそんなおねえみたいな声してるの？声がガッサガサ。じゃあちょっと言ってみて、あの本日の対戦ゲストはこちらの方々です。ちょっとご紹介しちゃって、うん、その声で、うん、本日の対戦ゲストはこちらの方です。